今日ガチャガチャをしたんですよ。お邪魔女ドレミの1回500円のやつを2回やりました。これすごくない？じゃん！かわいい。これと、もう一個あげてないんですけど、こちらなんかステッキのやつ、すごくない？これチークとか使える？あかん、え、開かないんですけど。え、こっちはね、ほら開くんですけど。え、あ、いたいた、剥げたネイルが。じゃーん。何色なんやろ。ピンクとオレンジ。全然わからん。こっちの方が色は好きかも。でもこっちの方がパッケージは好き。かわいい。これ使える。え、いいやん。オレンジっぽい。主肉じゃないよ。そう、私はチーク大好きなので。どう？よくない？別にこの色目当てで買ったわけじゃないんですけど、本当に可愛い。いいやん。いいですね。暑い、ちょっとちょっとクーラーつけよう。よし、今日は赤い羽共同募金に参加させていただきました。これは告知とかはね、一切なしでやっていたので、そう、募金になんかわざわざ告知して来てもらうってなんかね、そう、いろいろ
をしてなかったんですけど、めっちゃ直前にしました。そう、告知したら、告知してくれたら行けたって人がいるとは思うんですけど、またいつか機会があればっていうか、街中でそういう活動をしていたらぜひぜひ。買い物をしてきました。これは3本目です。もうすぐなくなるんですよね。でもこれも今日買った。実はって感じ。こんばんは。なんかこの前布団を、冬の用の布団を出してきて、洗濯して綺麗にしたんですけど、なんか腕とかにプツプツみたいな、プツプツってできて、あんまり痒くないんですよ。でも絶対それってダニに噛まれたみたいな感じですよね。なんかここら辺にプツプツみたいな、ここにもできたんですよ。ここ3つポツポツポツって、なんか星座みたいな感じで。もう治りかけなんですけど、絶対歩いた時に噛みましたよね、ダニが。いや本当に気をつけてください、皆さん。衣替え、わからん、多分ダニな気がする。オリオン座みたいな感じで、なんか北斗七星の真ん中ら辺の、違う、オリオン座の真ん中が、オリオン座のあなたとあなたとあなたみたいな感じになりました。最悪。気をつけてください。
かオリオン座って空、夜空を夜空を見上げた時にいつもいるんですけど、そういう一緒って人いません？いません？いつもいるんですよね、オリオン座が頭上に。こんばんは。そう、よく私は空を見上げるんですけど。そういう時にいつもいるんですよ。なんか何これ。なんか何これ。なんかコスプレのクマ。長袖着てますか？もう私は着てます。8月から先取って先取って8月から着てます。そう、新幹線とか移動がね、移動の時にはね、長袖がいいんですよ。風邪ひく。半袖だったら逆に寒すぎて。やば、 ASMR。明日から雨の予報？そう、日焼け防止のためにもね、長袖着てました。茎わかめ。なんか朝と夜は半袖でいいけど、昼は長袖がいい。なんか普通逆やと思うけど、基本的に。なぜかって言ったら昼はまだ日焼けするじゃないですか。なので長袖でいたいんですよ、暑くても。そう、でもカーディガンとか持ち歩いたら荷物になるじゃないですか。でも朝夜はその涼しい風を感じたいので半袖がいいんですよ。今の時期
持ってる服、もうどっちもある。レッスン着とかは、レッスン着とかは半袖が8割ぐらい、により長袖。夏でもなんか長袖みたいな薄いやつは着たことある、着たりするので。いい音ですよね、茎わかめ。自分でもいい音です。ゴリ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 。レッスン着はメンバーの生誕祭シャツなど期待しますか？いや、着ないです。なぜかという、なぜかというと、外行くまでに見られるじゃないですか、少なくとも一人ぐらいには。外出歩くときにはちょっと着ないですね。そう、もう10月になりましたね。10月の最初から、今月はもうね、愛媛県とか香川とか、そういう四国のイベントがねたくさんあります。みんなの四国音楽祭とか、愛南祭り、愛媛県県民総合文化祭、愛南町はね本当に遠いんですけど、ぜひ無理せず
無理ない程度に。絶対来てください。そう、見回しするので。そう、めちゃめちゃ神イベントだと思います。来るのが大変ですけどね。そう、四国音楽祭も観覧募集してると思うので、ぜひ。今回はなんかね、ちょっといつもより特別な感じがしました。今までやったことないことをしますね。ことっていうか、うん、見たらわかる。ぜひ。いいやん、このチーク、ガチャガチャの。でも開けにくい。めっちゃつける。かわいくない？かわいい。カードキャプターさくらのやつが出てほしいな。カードキャプターさくらはめっちゃ詳しいので。でもクリアカード編から知らないです。なんか絵が綺麗になったんですよ、新しく、ちょっと前に。そっからはね、見てなくて。そう、カードキャプター桜店みたいなやつも行ったんですよね、東京の。どこやったっけ、忘れました。どっかのビルの何階かでした。おきちゃんと一緒に行きました。魔法陣とかもあって、しかもあの杖もあって、すごかったよ。もうカードキャプターさくらって衣装もめっちゃ、衣装っていうか、え、衣装か、衣装もめっちゃ可愛くて、あのともよちゃんが作ってくれるやつ、天才、天才ですよね。めっちゃ可愛い。もう実寸大みたいな感じのパネルがね、ずらーって並んでるんですよ。
可愛い。でもやっぱ初期のやつが好きなんですよね。杖とかはなんかくちばしみたいなやつ、赤いくちばしにこんなやつこんなやつ。見たことありますか？こんばんは。六本木ヒルズ森タワーかな。違う気がする。なんかね、スカイツリーらへんだった気がします。どうやったっけ、忘れた。でもなんか今度すみだ水族館にも行きたいなと思うんですよね。全然関係ないけど、水族館巡りをしたくて。でも四国音楽祭じゃない、間違えた、四国水族館にまだ行ったことないので、まずはそこかな。住谷水族館見に行きたい。なんか水族館のホームページとか見るの好きなんですけど、なんかめっちゃおしゃれなところと庶民的なあの素朴な感じのところと、めっちゃわかりやすいところと、なんかアクアみたいな感じのところと面白いんですよね。なんか前水族館ではないんですけど、銀座のアクアリウム、何だっけ、銀座のアクアリウムみたいなところに行って、一人でなんかもうすごかったです。すごかった。もう全然一人でも楽しめる。そう、暗かったので周りが、もう全然一人でも浮かない。でも写真はなんか撮ってくれる人がいなかったのであんま撮れませんでした。こんばんは。空町だ、そこだ、それだわ。カードキャプター桜の、そう、なんかクラゲが有名な水族館ってどこかありますか？クラゲ好きなんですよ。宮島水族館もすごいよね。なんか何色やったっけ、赤と緑の。山形か、めっちゃ遠いな。山形ってどうやって行ったらいいんですかね。広島から飛行機とか出てますかね。出てなさそう。山形行ったことない。
新幹線か。何時間ぐらいかかるんやろ。なんか怖いよ、初めて行くところって怖くない？結構行動力あるタイプなんですけど、私は。でもやっぱ東北まで一人で行くとかってちょっと怖いんですよね。内陸から日本海側に行かないといけない。怖っ。確かに電車のね、乗り方とか分からん時あるよね。東京とかの方がそういうのって簡単じゃないですか。もうスイカでピッてやれば。でもなんか地方とかになってくるとなんか後払いとか、スイカ使えないとか。なんかよくわからない時あるじゃないですか。そういう時めっちゃ不安になる。あと行きたいけどちゃんとここを経由してこのなんか電車とかバスは走ってくれるのかなみたいな。電光掲示板で出るたびに焦る。やけん全部ずらーって書いてあってほしくない？ここ止まりますって。もう広島とかめっちゃ難しそうやもん。よく見るんですよね、なんか運転手側のドアの方から「すいません、ここって止まりますか？」みたいな。え、バスって怖バスって怖いよねっていうか、うん、慣れてないバスは怖いよね。韓国はもうどこもなんで、あ、なんて言ったらいいの、遊びに行ってないっていうか、ロケ以外で外に出てないです。なので全然大丈夫でした。わかる。なんか自分もめっちゃ ST に入って最初の頃宇品港まで行きたいけど
逆方向乗ってたりとかしてました。それで遅れそうになったりとか。広島はなんかね、歩いた方が安心って感じ。カムさんみんな。今日サムギョプサル食べたんですよ。サムギョプサルって、ん？サムギョプサルの日があるらしいんですよ。3月3日。なんか今日偶然出てきて、サムギョプサル、なんかそういえばサムギョプサルってどういう意味やろって思って、三枚の層の肉らしい。それそう、ふん。今日はね、ニンニクを食べたので、パワー。え、何、韓国の方なんですか。サムギョプサル本当に好きなんですよ。鯛めしの次に、本当に。なので来年のプロフィール欄には、の好きな食べ物には書こうと思います。絶対に。りょうつくんきつさんの誕生日です。そうやったっけ。女の子やん。なんかそういう話あった気がする。そう、なんであんな美味しいんやろ。青唐辛子もね、挟んで食べたんですけど、めっちゃ辛かった。キムチとか、なんかタレとかより、今日は一番ね、青唐辛子が辛かったです。シシトウとかって、当たり外れあるじゃないですか。辛かったり、辛くなかったり。そのシシトウの辛い時以上に辛かった。まあでも辛い食べ物好きなので。よかったです。まあ全部辛かった、青唐辛子は。なんか普通の赤い唐辛子より辛いかも、もしかしたら。苦辛って感じ。辛すぎて苦いみたいな時あるじゃないですか。苦さも感じました。なんかコウモリが、you
ってなったもん、辛すぎて。いい刺激でした。あの辛さは。お酒が進むから辛くてええんやとって。お酒は飲んでません。そうだ、ん？サイダー飲みました。自分今度試したいって思ってるのが餃子プラスビール、その組み合わせでなんか食べたことなくて、なんかめっちゃ合うって佐竹さんが言ってたんですよ。あのチーパの、話の流れで。そう、なので今度なんか餃子屋さんにも行こうかなと思います。ハロー、ハロー。初見。こんばんは。ジャパン。I from Japan. Nice to meet you. STU-48.ジャパンアイドルグループ。ふん。I'm Aoi。お、I'm English。スラマンマラム、スラマンマラム。こんばんは。バイリンガルとかになりたいね。私は英語話せたら何でもできるよね。うわ、伝わった。スラマンマラム。Thank you。
葵さん、お香を焚くことありますか？あります。でも今は持ってないです、お香を。誕生日プレゼントでもらってその時には焚いてましたけど、もうなくなりました。外国の方に道聞かれた時英語話されたらと思った。え、そうよね。え、なんか前一回あったんですよね、あのレンタサイクルっていうんですけど、わからんねんけど、広島に赤い自転車あるじゃないですか、なんか借りれるやつ、誰でも。あれを借りようとしてた外国の方がいて、あの私に聞かれたんですよ、なんか Excuse me、なんかってなんかその時になんかわからんすぎて、でも単語単語は聞き取れるんですけど、もうそれを解読して頑張って、そしたらなんかお金入れても借りれませんみたいな感じだったんですよ、多分よくわからんけど。なんかこの自転車借りたいのに借りれませんみたいな感じで、そうだったんですけど、でもなんか普通に駐輪場、普通の駐輪場、みんなが止めてる普通の駐輪場の自転車も借りれるって勘違いしてて、そう、普通の駐輪場の自転車を借りようとしてたんですよ、その外国の方。なのでなんかこれは借りれませんみたいな、ちょっと英語で言えなくて、これノーみたいな、なんかノー、なんかできる限りの知ってる英語を話して、あのなんか翻訳機みたいなの使って画面見せて、これは借りれないですみたいなの伝えられたんですよ、ちゃんと。そう、近くにあの借りれる自転車があったので、あの赤いやつ、それをに誘導してみたんですけど、まあ、でも借りようとする素振りはなかった、諦めてました。なんか本当に頑張ってほしかったんですけど、もう今はスマホが一つあれば生きていけるかもしれないですね、どこに行っても。なんかあとちょっとつながる話なんですけど、
すみませんって言われるときに、本当になんか尋ねたい人なのか悪い人なのかどこで見極めたらいいと思いますか？それをね、ちょっと考えてます。雰囲気か。そう、最近ね、なんかあったんですよね。すいませんってなんか道聞かれるのかなと思ったら、なんか連絡先教えてくださいみたいな無視してスタスタ早歩きで去りました。なんかそういうの難しくない？なんかすいませんって言われて、はいって言ってしまったんですよ。なんかもうスタスタ歩いて去りました。しかもなんかその人自転車に乗ってて、自転車でこうすれ違ってたんですよ。それでわざわざ U ターンしてきてびっくりした。気をつけてください皆さん。でもなんか配達員の方っぽかったんですよ。なんかでっかいリュック背負っててヘルメットしてて、でもこっちはマスクしてたんですよね。そう、なんかフード、うん、デリバリーの人っぽかった。気をつけてください皆さん。でもなんか今の季節お散歩したい気分になるじゃないですか。涼しくて。でもなんかそういうのが一回あったらなんか嫌な気持ちになるよね。かといってなんかヘッドホンとかつけながら歩いたりとかしてもなんか怖いじゃないですか、逆に。何が一番いいと思いますか？
こんばんは。それか、歩くんじゃなくて走ればいいのか。めっちゃ痩せそう。スポーティーな格好で走ってならいいんですかね。歩くんじゃなくて。めっちゃ怖い格好で散歩するとか、帽子、サングラス、マスク全身真っ黒とか、おしゃれせずに。逆に不審者になるかも、こっちが。最近ね、早い時間に眠くなるんですよね。こんばんは。いいですよね。でもお風呂に入る気力がねなくなるんですよ。もういっつも限界になりながら、限界でお風呂に入る。お風呂キャンセルじゃない、お風呂限界界隈です、私は。入るけどお風呂限界界隈。キャンセルはね、さすがにしないです。もうお風呂入って出てからが本当に大変で、もう毎日毎日大変。髪の毛乾かすのも本当に大変やし、スキンケアめっちゃ長くして、なんかちょっと自然乾燥させて乾かす時間を短くするみたいな、ちょっとねしてるんですよ最近。もう本当に、まあ、寒くなってきたらいいんですけど、まだちょっと暑いじゃないですか、ドライヤーとかしたら。それでじわっと汗かいたりするとかするのがね嫌なんですよね、お風呂入ったのに。ドライヤーがね大変やね。でもドライヤーが終わったらもう天国なんですよ。いつでも寝れる。ドライヤーするまでが大変。ふん。そうなんですよ、髪の毛ねそんな傷んでないんですよね。
55分。毛量増えた気がする。耳にかけてないからです。ほら少なくなった。お疲れ様でした。今日も眠いですね。まだ1週間は始まったばっかりなんですが、頑張りましょう。今日は火曜日。壇上を読みます。キズナックさん、サージカルさん、こたつ猫さん、むねかねひろしさん、ひろしさん、うつぼさん、なまはげさん、うまちゃんさん、松岡さん、もふもふすきーさん、ボーダーさん、タッキーさん、かずぽさん、ありがとうございます。くしゃみでそう。ありがとうございました。お疲れ様です。タコ今日はサムギョプサルが食べれて嬉しいです。おやすみかん。でもまだ2分ぐらいある気がする。ほら58分。いや、インスタのフォロワー数がもうちょっとで1万人いくので、ぜひフォローしてください。ぜひ。仕事頑張ってください。